京王バス南、南大沢営業所。京王バス南、南大沢営業所。京王バス南、南大沢営業所は、東京都八王子市南大沢5丁目26番1号に、所在する京王電鉄の子会社、京王バス南の営業所である。当初を表す、社内識別記号は、M。八王子市南部の一般路線バスを中心に、 多摩ニュータウン発着の高速路線、一部の空港連絡路線も担当している。最寄りのバス停留所は大事跡公園。内は共同運行路線南大沢駅南側をカバーする循環路線で、南52の南大沢小学校始発便を除き、神奈川中央交通との共同運行。南大沢駅を14時以前に出発する便は赤石公園先回り。 南52、それ以降は太平公園先回り、南51である。早朝に南大沢小学校始発の出港便が数本存在する。南大沢5丁目周辺を運行する循環路線。南大沢駅を13時以前に出発する便は大事やと公園先回り、それ以降は三徳プラザ前先回りである。 なお、上記の南大沢団地循環とは異なり、全便が、京王バスの運行となっている。代理屋と公園始発、終着は室入小便。2009年9月1日に、大理橋、槍水住宅入口経由、槍水中学、入口行きの南61が運行を始め、従来運行されていた、都営住宅西止まりの運行はなくなった。 2014年4月14日のダイヤ改正と同時に、やり水中学入り口を水はじめ団地入り口に改称。同休日の朝一本のみ、やり水住宅入り口を経由せず、水はじめ団地入り口、多摩美術大学へ向かう便も存在する。かつて運行されていた橋13、橋本駅京王堀の内駅中央大学の代替として、南大沢駅で分割し、 橋本駅側を南六十三、京王堀の内駅側を南六十四として新設された。なお、南六十四は後日の堀零三と奇終点が同じだが経路が全く異なり、南六十四が京王相模原線の北側を主に運行するのに対し、堀零三は京王相模原線の南側を主に走る。これらの系統は、 神奈川中央交通との共同運行。ホリレ1とホリレ2は同一経路であるが、京王堀里の内駅発13時までは、せせらぎ橋先回りのホリレ1が、それ以降は、連成寺先回りのホリレ2が運行される。ホリレ3は、ホリレイ1、ホリレ2とは異なる場所を通り、見つけ橋と南大沢団地の両方を経由して、見つけ橋方面からホリレ1、 堀り例2が通らない南大沢駅方面に向かう。23時30分以降は深夜バスとして運行される。この深夜バスは京王バスのみの担当である。平日の朝夕と、と休日の朝のみ運行。堀り64は京王堀の内駅発の平日の深夜バスのみの運行。堀り例5は2013年4月新設。6時台後半から10時台前半と17時。 以降、30分に1本運行。南64とほぼ同じ経路で、吉木中央小学校を経由し、京王堀の内駅に戻る循環路線。京王堀の内駅と小て住宅地の、多摩ニュータウン東山を結ぶ循環路線。東山住宅内幹線道路の開業に伴い2016年4月1日に、開設され、堀06を置き換えた。 夜炎街道を主に経由する系統群である。日中は桜八十、桜八十八が20分間隔で運行される。桜八十八は日中はフェアヒルズ経由となりそれ以外に比べて若干遠回りの経路となる。桜八十八がフェアヒルズ経由の時間帯は成績桜が丘駅、大竹橋間、それ以外は 成績桜ヶ丘駅芝原間は桜80と桜88が合流するので10分に1本という高頻度になる。桜84は南大沢駅から先の相模原駅まで運行される系統であり、神奈川中央交通との共同運行。1日6往復のみの運行であり、最初の3本が京王バス、その後の3本が神奈川中央交通の担当となっている。 北霊宮、平日一往復のみ、は、内越交差点絹ヶ丘2丁目付近まで、東京都道165を、下湯木八王子線の新道区間を、その他は、従来の東京都道165を、下湯木八王子線、野園街道を経由する。メインは860で、日中は1時間に4本程度の運行である。861.863。 北礼4は中山経由となりや遠藤家、柳沢間が別経路となるが、この区間は本数が非常に少なく、861は平日が1日4本で、土休日が1日6本のみ、863は平日に1日2本のみ、北礼4は平日朝1本のみの運行である。早朝、夜間は860の他に、北の駅発着の北礼2、 北礼山が運行される。平日朝は北礼にのみ、全日夕方は北礼山が運行される。865は、全日日中以外の時間帯に運行される。日中は後日の869のみが運行される。2012年3月より朝夕のみの運行となっている。八王子南屋駅始発の869、北礼六と異なり、原則。 朝夕ラッシュ時も含め全時間帯で、八王子駅南口発着の865として運行されるが、土休日の早朝、深夜の二往復は865の代わりに、北野駅、北口港北霊五が運行される。北野駅周辺のバスの経路は、北野駅周辺のバスの経路を参照のこと。これは公述する路線も同様である。 八王子南谷駅発平日朝8時30分までと、全日18時30分以降は、八王子駅まで行かず、北の駅発着の北06として運行される。それ以外の時間帯は、869のみが毎時4本程度運行される。869は、片倉大バス停には寄らないので片倉大、小学校西から歩く必要がある。北06は、朝は、 北野駅南口発着、夕方は北野駅南口経由北野駅北口発着になる。八王子駅から片倉台や片倉高校台車席に向かう場合は、神奈川中央交通の877も利用可能である。2010年3月19日に北07北野駅片倉台八王子南屋駅を短縮する形で新設された。ほとんどの片倉方面が、 北野台一丁目経由であるのに対し、この系統は若葉公園経由である。平日朝6時から8時台のみ、北野駅南口発着。それ以外は北野駅北口発着となる。2016年4月1日に、これまで土休日しか乗り入れがなかった西部北野台への定期運行が開始された。なお、これに伴い868、北08は廃止された。 平日日中は、基本的に平02、平03がそれぞれ40分に1本の間隔で、平山城市公園駅東京薬科大学館は、合わせて20分に1本の運行となっている。それ以降の時間帯は原則平02主体の運行になる。平01は、平日の朝と夕方に、それぞれ数本のみの運行となっている。平03については、平日朝に限り、 北の駅は南口発着となる。平良霊4は平山城市公園駅方向が平日朝1本と土休日朝2本。吉木折り返しは方向が平日午前中1日3本と土休日夕方1本のみの運行。南大沢営業所への出入小便のため往復運行は1便も存在しない上に大学の開校時間より乗務員の中休みに沿って ダイヤが作成されており、運行時間にばらつきがある。従来は、南大沢駅行きであったが、2011年5月9日より、橋本駅まで延長運行するようになった。新宿駅に口と若葉台駅で乗車できる。通称、ニュータウン急行と呼ばれる路線で、平日深夜に1便のみ運行。京王玉センター駅で、 京王相模原線最終確定から接続を受ける。従来は大理跡公園行きであったが、2011年5月9日より、橋本駅まで延長運行するようになった。途中停留所では、玉坂駅を除いて乗降できる、玉坂駅は校舎のみ。乗務員に申し出れば領収書の発行が可能。羽田八王子線の高尾駅南口発着便は、 朝の空港行きと夜間の到着のみ。羽田多摩センター線は2007年6月1日、成田多摩センター線は2006年3月16日、始発バス停を多摩センター駅から南大沢駅に変更したことに伴い、調布営業所から移管された。2016年12月10日から羽田多摩センター線には多摩センターにあるサンリオピューロランドと KO バスのコラボレーション企画としてサンリオキャラクターがラッピングされたサンリオピューロランド号を運行している。さらに2017年7月7日から成田多摩センター線でもコラボ企画第2弾として同号の運行を開始した。同号の車両は外観だけでなく内装や案内放送なども特別仕様となっている。2013年11月22日 立川飯田線が新設された。当時は南大沢駅発着便は一往復のみ、他は立川バス、灰島営業所からの発着であった。2016年9月16日から、京王バスの担当便は立川駅南口発着に、稲バス、立川バスの担当便は秋島駅南口発着に変更となっている。富士山5合目線は、 オフシーズンは、川口湖駅までの運行となる。羽田赤羽大線は2017年12月16日、調布営業所から移管された。帝京大学中学校、高等学校のスクールバスを受託し、豊田駅北口、多摩センター駅より運行している。生徒専用スクールバスで一般客の乗車はできない。学校内での青い専用ラッピング車が在籍している。 方向幕は、k 応の固定表示となっている。2014年現在、国産4メーカーを採用している。かつては、イスズ LV 系、L 尺、富士重工車体が主力だったが、2006年頃までに引退した。それらは、当時の KO 電鉄バスによく見られた、オートマチック車であったことが特徴だった。三菱不う エアロスターの m 三万九千八百八十一号車は、もともと多摩美術大学の自家用車だったものを二千四年に購入したものであり、ニューエアロスターでは貴重な二段刺し窓を有していたが、現在は除籍されている。二千十四年、イスズ・エルガのハイブリッド車が導入された。現在は JPK を中心に日産デイゼル、ゲン、ドトラックス車が大多数を占めるが、日の自動車、 三菱不走の車両も少数ながら在籍す。高速バスでは、羽田多摩センター線、成田多摩センター線で、サンリオピューロランド号を運行しているが、第1弾では、三菱不走エアロエース1台を、転用改造して、ピンク色ベースのラッピング施し、第2弾では、日野、セレガ、ハイデッカーの新車1台に、水色ベースのラッピングがされている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。